無視俺の弁慶がそうなります。ロスレーズメカニックのシチです。こんにちは。ここら辺にイリヤマがおります。今日はカメラマンイリヤマ。はい、メルセデスベンツ C218 の CLS220D、 今回は内装編ということで中紹介したいと思います。 C257 の現行の CLS に比べると、うん、さらにパーソナルクーペ感が強い。パーソナルクーペ、なんかもう一人乗り二人乗り感が強い、うん、感じになります。じゃあ早速ね、後ろから行こうか。いつも後ろから行っとるし。あ、トランクね。トランク。さあ皆さんお待ちかねのトランクです。これパワーテールゲートがついておりまして、うん、これね、なんかさ、うん、今開き方見てさ、うん、電動じゃなくねって思う。バインやった。バイン、バインやったよ、うん、でも優しさがないの。うぃうぃって感じ。これ、うん、予想通りバネなの。開くのはバイン、そうそう、開くのはバネで、うん、閉めるのだけ電動。うーん、だから、ここに羽とか車外の重たいやつつけると赤くなる。おお、重たくてこうなる、うん、ガチャッ、うーみたいな。手でこういう風にやるとうーって開いてくれる。ダメじゃん。ついとるやつは、うん、これこうやって閉めるときにバーンって閉める。あー、重さでね、重さでっていうね。これあれついとんのかな、あれってなさそう。勝手にむし俺の弁慶がはい、はい、ないです。開ける時はここか、あーキーの長押しで開けていただければ。はい、でここに反射板ですね、うん、まあ伝統的にね。で、この下は何も入りません。スペアタイヤもないです。何これ、アドブルーのタンク。あ、へえ。ガソリンのグレードはここにスペアタイヤがつくんだけど、はあ、ディーゼルはここにアドブルーのタンクがつくもんで、うん、で、ランフラットタイヤでもないから、うん、ただのパンク修理キットに なっちゃいます。すごっ。そうで、ここにサブバッテリーね、ちっちゃいバッテリーがで、こういうですね、シート倒せるよ。うん。ジャンプやって、これはついてね。あれ？いない。あれいないね。っていう感じでね、結構まあ間口ここは広いけど、うん、ここからシューンってなるんだよね。うん。で、高さのあるものが結構きつい気がします。確かに。うん。っていう感じでトランクは以上となります。うん、あれなんやん、ん、絆創膏とか。絆創膏、うん、あ、もちろんおった、もちろんおった。何その頼りなさそうな蓋。ないわけがないよね。ヨーロッパ車なんだから。はい、後ろもうね乗せる気ないよね、この角度。あ、真ん中ないやん。真ん中ないの、今ね後ろ開けちゃったから。あ、そっか。こんな感じでずっと倒しておいた方がいいかもね。荷物いっぱい詰めるし。まあ倒しゃ結構なもんは詰めると思うよ。で、まあ完全に4人乗りですね。うん、
真ん中ね。うん。で、後ろにもシートヒーターはついてます。ドアの。ほんとや。スイッチがね。ちら。ついてて、もちろん、アイソフィックス。チャイルドシートのワンタッチ。後ろはだから本当に子供用みたいな感じや。うん。これ今。子供やったら全然。ここ乗っとるけど。うん。頭、あれやね。ほんとやね。この身長で。身長制限あるね。座高が高い可能性もあるけど。で、真ん中はもう小物入れです。なかなか深いね。結構いろんなもん置けるよ。拳銃ぐらいやったら分からん。で、こっちがカップホルダー。おー、ね、え、1個しかないやん。ちっちゃいカンカンぐらいしか入らない。もう1個。本当やね。お前カンカンにしろよ、俺ペットボトルやでみたいな。で、灰皿とシガーがあって、うん、ちゃんとね、これ後ろにもね独立してエアコンがついてます。うん、こう真ん中倒したら何出てくる？お、カップホルダー。いいやん、これで仲良しやん。そう、3個置ける。4個置ける。これカンカン入れたら2人しか乗れんのに。ドエレ飲み物持ってけるで、ここはね CD ぐらいしか入れれん。あー、ちょっと浅めやね。うん、でもふか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 。じゃあ生で CD 入れれるね。生 CD 入れる。でもここは貫通してないもんで、まあ、シートが倒せるっていうのもあるから。あー、そっかそっか、一個一個。そうって感じです。はい。でね、あのクーペなんでサッシュレスって言って窓枠がないの。うん、それも CLS の特徴だね。パリーンってなりそう。あ、これかっこいい。メルセデスベンツって光っちゃうでしょ。うん。基本的にはあの E クラス一緒。このドアのスイッチとか操作の感じとかね。うんうん。で、ハンドルはこれ、うん、C クラス、205の C クラスの前期と一緒だね。CLAとか A クラス。で、カーナビは NTG5 のスター1っていうナビがつきます。エンジンかけるね。お、1万3000キロしかしてない。12979キロっていうね。極上車だよ。で、ナビもね、すごい大きいナビがついて、で、シフトノブもちろんここにあるんで、うん、ここはね、カップホルダーと、灰皿。灰皿。ちょっと時代を感じるね。灰皿っていうのはね。うんうん。で、ここでエアサスの硬さ選べます。へぇー。で、このボタンが車高を上げるボタン。うん。ここで走行モードの切り替えをする。うんうん。で、ここがカーナビの操作ですね。このオフボタンやると画面消えると。うん、消え。今はこんな感じで車をやって走ってる。で、この車は360度カメラ標準装備なんで、結構高画質な360度カメラ。本当やね。あ、ごめんなさい、ドア開いてるね。そうそう。はい、映った。ちなみにこれボディカラー白色で、ここも白ね。ほんと、これ黒と黒色になる。へぇー、コード入力で。あ、で、ここも選べるよね、この真上から。うん、これ真ん前やね。うん、真上。うん、これフロントのタイヤ。ほら、あ、ほんとや、ペラペラになったみたいやね。後ろ後ろを上から。うん、真後ろっていうのがね、全部見れるから、例えばさ、狭いとこで、あそこちょっとなんか出っ張りあるで気になるなーって時に、このモードにすれば全部見えるよね。確かに。そういうのがね、いいよなー。うん、360度カメラのいいとこ。うんうん。で、この時計がついて、うん、これ AMG になると IWC のかっこいい時計になる。で、シートヒーターだけですね、基本的に。うん。で、アイドリングストップがあって、パーキングオフとハザード。で、フルオートエアコンがついて、左右もちろん独立の。うん。
で、サンルーフですね。おお。いいね。そう。ルーフがすごい丸いから、うん、パノラマルーフがつけれんかったのが、うんうん、普通のサンルーフって感じで。これもね、電球の。でもさ、このカバーおしゃれじゃない？うんうん。ラインが3つ入って。で、ここがね。そこは明るいんや。ここは LED で、後ろが真ん中に電球やん。電球、これ LED にするとまただいぶ見え方が変わっていいと思う、うん、で、鏡がね、あって大きめの鏡が、大きいね、大きいでしょう、うん、近いか、大きいね、お名前っけ、なんかでかい気がする、大きめな気がする、うん、って感じの内装です。でいいな、まだあるね、うちの車にはない、ペン差し、ね、差しとカード入れ、うん、コインケースもコイン入れたい。あとね、一番ね、E クラスと違って、一番というか、まあ品質がいいのが、うん、このドア、この上とかダッシュとか全部アルテコレザー、まあ本革じゃないんだけど、うん、これ AMG とかになると本革張りになる。これは普通の合皮、ここの横とかも、うんうん、全部ダブルステッチね。これすごいね。ここはエアバッグ開くの、パーンって。そうそうそう、そこに物を置いたらパン。あー、確かに確かに。もちろんディストロニックプラスがついてるから、ここで、うん、車間距離調整して、うんうん、勝手についていくやつがついてるし、ハンドルのステアリングアシストもついてるって感じ。こんなね、あのパーソナルな空間というか、うん、結構ね、狭めっちゃ狭めなの。まあ、後ろ見るってね、 E クラスよりでかいのよ、車体は。背の高さ以外は、幅も長さも E クラスよりでかいけど、うん、E クラスの方が広い。車内幅はちょっと余裕あるかな、うん、ちょっとなんていうのかな、フローケに入っとる感というか、ここが高いあ、包まれとる感はあって、うんうん、シートもホールド製のちょっと高いシートで、うんうん、本当に前に2人で乗るのがメインな車、うん、そういう感じなんで、またね、僕はこれ大好きなんで、うん、機会があれば仕入れたいなと思っております、はい、よろしくお願いします。はい、というわけでエンジンルームです、うん、これね、 OM651 エンジン、四角いね、四角いエンジン、そんだけ、うん、両サイドにいろんなものがついておって、まあまあ、 おなじみのエンジンですよ、うん、前期の C220D とか、うん、212の E220 ブルーテックとか、うん、そこら辺と同じエンジン、うん、で、エアサスになるんで、ここからね、エアの入り、へぇ、怖っ、そのホースちぎれたら終わりやん、シューエンジンになります。結構ね、やっぱ4気筒のディーゼルでガラガラ音ですよね、うん、4気筒に比べると、ただまあ、我慢で除菌レベルかって言われたらね、全然乗用車、普通のガソリンエンジンぐらい感じなんで、うん、トルクがあって乗りやすいよ、本当に燃費いいし、うんうん、本当ベンツのディーゼルって燃費いいよね、うん、なんでなんって感じやもんね、めっちゃ静かやしね、うん、というわけでそんな感じで、はい、総編が終了となります。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。またチャンネル登録、コメント、高評価もお待ちしておりますので、よろしくお願いします。します。じゃあねー。